平野小神宮寺ユータガンユータ室アイラブポテトが伝えるマクドナルドの新たな戦略とは、コロナ禍を経て変化する消費者のニーズに寄り添う、マクドナルドがアイラブポテト線で描く新しい生活様式。夏の終わりを告げる暑い日差しの中、マクドナルドの新しいテレビ CM アイラブポテト編が8月16日から放送開始された。その中で平野翔、神宮寺勇太、石井勇太の3人がいつもの元気で明るい笑顔を振りまきながらマックフライポテトを楽しむ姿が描かれている。これを見たファンたちはたちまち彼らの可愛い魅力に心を奪われ、その笑顔に一緒に笑顔を返したくなるだろう。だが今回の CM は単なるプロモーションではない。これにはもっと深い戦略が隠されている。一見すると3人のアイドルが楽しそうにポテトを食べるだけのシーンが展開されているように思える。しかしその背後にはマクドナルドが消費者との感情的なつながりを強化しようとする人が見事にしている。特にこの CM はマクドナルドが若い世代や特定のファングループにどうアプローチしているかを理解する上で重要な手がかりを提供しているのだ。平野翔、神宮寺勇太、石井勇太の3人はそれぞれが独自のファンベースを持ち、そのファンは彼らを心から応援し共感し、彼らの言動や感情に敏感に反応する。そんな3人がマクドナルドの CM に出演することで、視聴者は彼らとマクドナルドが共有する楽しさや親しみやすさに自然と引き込まれる。その結果、ただの商品紹介以上の感情的なつながりが生まれるのだ。これを実現するためには単に人気アイドルを起用するだけでは不十分である。商品そのものと彼らのキャラクターが視聴者に強いシナジー効果を生み出す必要がある。今回の CM では平野、神宮寺、石が持つ明るく無邪気なキャラクターがマクドナルドの手軽で楽しい食事というメッセージと見事に一致している。この一致こそが視聴者に自分もマックフライポテトを楽しみたいと思わせる力を持つのだ。それだけではない。この CM はマクドナルドの新しいマーケティング手法を垣間見せるものでもある。過去の CM は商品の特徴や品質を前面に押し出すことが多かったが、今回の CM は視聴者との感情的な結びつきを重視することでより一歩進んだ戦略を展開している。視聴者にとってこの CM は単なる広告ではなく、彼らの日常生活に溶け込む一部となっている。例えば CM の中で3人が楽しげにポテトをおかわりするシーン、これは視聴者に自分たちも同じようにマクドナルドで楽しい時間を過ごせるというメッセージをクラに伝えている。このような瞬間は視聴者の心に残りやすく、彼ら自身の体験と結びつくことでより強い感情的なつながりが生まれるのだ。さらにこの CM はマクドナルドが特定のターゲット層に向けたプロモーションをどのように行っているかを示す一例でもある。若者層やアイドルファンをターゲットにしたこのキャンペーンは、彼らの関心やライフスタイルに合わせた内容で彼らに直接訴えかけるものとなっている。特に SNS を通じたキャンペーン展開は若い世代との接点を増やすための有効な手段として機能している。例えば今回の CM と連動して行われる SNS キャンペーンでは、マクドナルド公式 X、旧 Twitter アカウントをフォローし、指定されたハッシュタグをつけてリプライすることで、マックカードが当たるチャンスがある。これにより、視聴者は CM を見るだけでなく、実際に参加することで、マクドナルドとのつながりをより強く感じることができるのだ。このようなプロモーションの背景には、消費者が求める体験価値を提供しようとするマクドナルドの戦略がある。現代の消費者は単に商品を購入するだけでなく、その商品を通じてどのような体験が得られるかを重視する傾向が強い。マクドナルドはこのニーズに応えるべく、商品の品質や価格だけでなく、そこから得られる感情的な価値や体験を提供することに注力している。特に今回のような限定キャンペーンは、消費者に今だけという特別感を与え、その体験をより価値あるものとして提供することで消費者の購買意欲を刺激している。マクドナルドは単にポテトを売るだけでなく、消費者に楽しい時間や特別な体験を提供することでブランドへの愛着を深めているのだ。では
このようなマーケティング手法がどのように進化してきたのだろうか。ここで一つの仮説を立ててみよう。それは消費者が求める価値の変化に合わせてマクドナルドがそのアプローチを常に進化させているという点である。かつては商品の品質や価格が購買の決定要因だった時代があった。しかし情報があふれる現代では消費者はその商品が提供する体験や感情的な価値により大きな動きを置くようになっている。この変化に対してマクドナルドはどのように対応してきたのだろうか。一つの答えとして商品の物理的な価値を超えた体験価値を提供することで消費者との関係を深めている点が挙げられる。今回のアイラブポテト店はその一例であり、視聴者が楽しさを感じる瞬間を共有することでマクドナルドは消費者にとっての特別な場所としての地位を確立している。また今回のキャンペーンが示すようにSNS を活用したマーケティング手法は消費者との双方向のコミュニケーションを可能にしている。これにより消費者は自分がブランドの一部であると感じることができ、ブランドへの忠誠心が高まる。このような戦略は現代のマーケティングにおいてますます重要性を増しており、マクドナルドはその最前線に立っている。この CM が視聴者に与える影響について考えてみよう。平野、神宮寺、岸の3人が楽しそうにポテトを食べる姿は視聴者にとって楽しさや幸福感を象徴するものとなっている。これにより視聴者は彼らと一緒にその瞬間を楽しみ、自分もマクドナルドに行って同じ体験をしたいと感じるようになる。このような感情的なつながりこそが今回の CM の成功の鍵であり、マクドナルドが目指すべき未来のマーケティング戦略の方向性を示しているのだ。では私たちが次に期待するものは何だろうか。この CM が成功を収めた今、マクドナルドは次にどのような新しい体験を提供し、消費者とのつながりを深めていくのだろうか。これからの展開に注目しつつ、自分自身もその体験の一部となることを楽しみにしている。そして、視聴者や消費者がこの CM から何を感じ、どのように反応するのか。それがブランド全体にどのような影響を与えるのかを考えることが求められる。これは企業がどのようにして消費者とのつながりを深め長期的な関係を築くかを考える上で非常に重要な視点である。マクドナルドの次なる一手に期待しつつ、私たち自身もまた消費者としてどのような価値を求め、どのようにそれに依頼ていくのかを考えるべき時期に来ているのかもしれない。またこの CM が放送された背景にはマクドナルドの長年にわたるブランド構築の努力がある。消費者はマクドナルドに対して手軽さ、親しみやすさ、楽しさといったイメージを抱いており、このイメージが今回の CM と自然に結びついている。特に日本ではマクドナルドは子供から大人まで幅広い層に愛されており、ファミリーレストランとしての地位を確立している。これにより、家族や友人と一緒に楽しむシーンが描かれた今回の CM は、多くの視聴者に共感され、さらにブランドへの忠誠心を強める結果となっている。さらに、CM での乾杯という行為には、単なるポテトのシェアを超えた意味が込められている。これは、人々が一緒に集まり、共有の時間を楽しむという、古くからある人間の基本的な欲求を象徴している。マクドナルドはこのようなつながりの象徴を CM に取り入れることで視聴者にマクドナルドは人々をつなぐ場所だというメッセージを強く訴求している。これによりただのファストフードチェーンではなく社会的な役割を果たす場所としての認識を消費者に植え付けているのである。そしてこのつながりをテーマにした CM は現代社会の中でますます重要性を増している。特にコロナ禍を経て人々の生活スタイルが大きく変わった中で、マクドナルドは安全にそして手軽に楽しめる場所としての役割を再確認している。自宅での時間が増えたことで外食の機会が減少している一方で、デリバリーやテイクアウトの需要が急増している。マクドナルドはこのニーズに応えるために CM を通じて家でも楽しめるマック体験を提案し、消費者の新しい生活様式にフィットするブランドとしての地位を確立している。